旧 YouTube。 どうもこんにちは、ペンタチャンネルのペンタです。今日は久しぶりにアイス動画を撮ろうと思います。だいぶ久しぶりのアイス動画となっておりますね。そう、こちらグリコから出ているチョコフォンデュソフトですね。柔らかに包まれたソフト、チョコフォンデュソフトっていうぐらいですから、チョコフォンデュの味がするんだろうなーって思ったんですけど、私ペンタチョコフォンデュ食べたことありません。ついでに言うと、チーズフォンデュも食べたことがありません。中を開けるとこんな、コンビニとかでも、コンビニ必ず置いてありますよね。こういう形していて、まあ、直でこれが入ってるような感じ。あれなんか、無性に食べたくなるときありますよね。ちなみに、コーンがなんか色ついてるんで、これもしかしたらココアの風味するのかもしれないですね。あなたのくつろぎのひとときにいただきます。うん。まずびっくりなのが、この周りのチョコですよね。パリパリしてると思ったんですよ。違う。柔らかいんですよ。ここがチョコフォンデュってことなんですかね。すっごい中のこの、食べさせて申し訳ないんですけども、中のこちらバニラアイスとね、なかなか混ざり合って口の中に入ってくるもん、ね、これはただもののアイスじゃないと思います。あ、これなかなか美味しいな。これこんなに少ない量なんですけど、チョコは薄く覆われてるのにもかかわらず、やっぱりパリパリしてないで柔らかいからかな、だいぶマッチングしてますね。この中のバニラソフトとチョコの味はしないんだけど、チョコのなんて言うんだろう、ギリギリの溶けるか溶けないかぐらいのがうまーく入ってきますね。これはなんて説明したらいいんでしょうか。いやー、考えられてますねこのアイスは。本日のペンタのアイス紹介はチョコフォンデュソフト、グリコから出ているチョコフォンデュソフトというソフトクリーム型のタイプのアイスでございました。これはね、一度食べてみてください。すっごいとろけてますから、チョコが。他にも僕ペンターのアイス動画ということで再生リストに作ってありますし、アイスの動画、いろんな動画投稿してます。よかったらご覧になってはいかがでしょうか。それではまた今度の動画でお会いしましょう。バイバーイ。